じゃあ見てみましょう。じゃじゃーん。うわー、これすごいですね。うわー、すごーい。あ、めちゃめちゃ広い。ハスコチャンネル。皆さん、こんにちは。ハスコです。キャンピングカーを見に来ました。結構最近いろんなキャンピングカーとかもね、YouTube で見てたりとかして、はい、なんかね、ギャップのねあるキャンピングカーを見るのがすごく好きで、実際見に行きたいなと思ったので、今日は久留米市までやってきました。まあなんか理想としては、外装がかっこよくて普段使いできる大きさ で、内装はちょっと明るくて白くて可愛いという、外装と内装のギャップがあって、でなんか中の設備はキッチンがしっかりあったりとか、あとはそうですね、独立洗面台みたいなのがあったらいいなというふうに思っています。はい、ではそれでは行ってきます。おお、すごい。え、キッチンカーがある、嬉しい。わあ、ちゃんと値段も書いてあるから、あ、いいな。フィアット、フィアット気になるな。フィアット気になる。わあ、すごい。わあ、すごい。ほら、IH か。すごい、独立洗面台や。へえ。ここが電子レンジ。ここ開けると、あ、給水タンクですね。おは。あ、あ、すごい、シャワーがついてる。へえ。上が開くんだ。かわいい。カラーが選べるんや。すごい。へー、クーラーがある。あ、ブルーティーや。エアコンがついてます。かわいい。めちゃめちゃかわいくて、タイプかもしれない。うわ。足がつけるのがいい。あー、すごい、めちゃめちゃ広くて、あー、いいですね。あー、めちゃめちゃ広いです。へー、お家みたい。あ、靴箱や。ここは洗面台ですね。で、冷蔵庫が大きいですね。で、ここは分かんないな。で、スイッチと、ここは、あ、おー、収納ですね。ベッドがね、普通にあるのがいいですね。エアコンが結構しっかりしてるわ。こっちもね、ベッドになるみたいなんで、すごいです。あ、で、電子レンジがここにあった。お、収納で、ここで料理ができそうですね。
メリカン。かっこいい。めちゃめちゃでかい。わあすごーい。かっこいい。コンロがすごいし、電子レンジもついてて、冷蔵庫がめちゃめちゃでかい。トイレとお風呂がある。トレーラーになるのかな。かっこいい。ここに排水口がありますね。あーこれすごい。ここが洗面台で、ここ中が鏡になってます。内装がすごいかわいい。これはハイエースですね。ハスコチャンネル。そう言っていただくのが一番です。はい。すごい。運転席が回転してる。これすごいですね。わあすごい。378万2900円。エアコンがついてるし、ちっちゃいけどシャワーがついてるから外でこうやってできますね。ここだけ見たらなんかキャンピングカーみたい。普通にめちゃめちゃ、ね、中にマヨネーズが入っているらしい。まあ、すごいとろとろ中が。チャンネル。はい、というわけで一通り見て車内に戻ってきました。はい、何台来てたんですかね。ちょっと他のねキャンピングカー
施設に行ったことがないので、ここがね他と比べて大きいなとかなんかこう分析はできないんですけれども、個人的にいろいろな車、キャンピングカー、車中泊車が見れてとても楽しかったです。はい、でやっぱりねお値段がはい結構ねするから、やっぱりまあもちろん最初から分かってたことなんですけど、まだまだ本当に遠い先の話だなって思いました。ただねその上にね乗せるタイプの軽キャンとかだったらお値段がなんと130万円近くで買えるものもあったりしたので、全ての車が全然その手の届かない範囲じゃないなっていうのは結構希望になりましたね。はい、やっぱりこのハスラーも今めっちゃ気に入ってるので今すぐ乗り換えたいとかこうすごい不満があるとかそういうわけじゃないんですけど、それでもあくまでこう一人で乗っている時の話で、まあ、今後ねこうミントちゃんもどれだけ大きくなるか、今はねパピーちゃんなのでそんなに狭いとかもないですけど、もうちょっと成長したりとか親だったり友達だったりこう他の人と車中泊とかどっか旅に行くってなると、それがちょっとねできない、ハスラーじゃできないんですよ。やっぱりその親密度が高ければ今はまあできなくはないんですけどね、まあ、ちょっと狭いしっていうところで、まあちょっと今後ね老後とかどうなるか分かんないんですけど、本当にめちゃめちゃ今回のキャンピングカーは参考になりました。ちょっと狙ってるねキャンピングカーが2つほどあったんですけど、もうちょっとここには今回来てなかったっていう感じで、ハッピーワンっていうキャンピングカーとルームっていうキャンピングカーがちょっと気になっていたんですけど、今日ここの会場では、見つけられなかったです。はい、チャンネル。前菜来た。めちゃ美味しい。かわいい。広いね、ミント。よし、ミントこっち。かわいいね、ミント。リンゴ取ってきて。リンゴは？ミント。かわいいね。あ、いいじゃん、いいじゃん。おかしい。みんちゃんそこ行って、そこそこ。はつこチャンネル。こちら、ハイエースですね。はい、こちらのハイエースの車なんですけど、めちゃめちゃオフブルーな感じが、カラーが結構気に入って、で中身もねめちゃめちゃおしゃれだったので早速見ていきたいと思います。でカラーがねちょっとオフブルーではないけどオフブルーに近い感じです。じゃあ見てみましょう。じゃじゃーん。うわー、これすごいですね。あれは冷蔵庫ですね。でちゃんと造作洗面台もあって、あそこで調理をしたりとか。ここは電気ですね。で、ここがテーブルで、こちらはベッドですね。すごい。でね、内装は、これちょっと白なんですけど、白色で可愛いです。うん、可愛い。ここは
あ、収納で、ここも取れるという感じですね。の造作洗面台、こうホースが伸びるし、デザインがすごくかっこいいですよね。うん、これこのカラーとかも質感がすごい良くて、このマットとかもそうなんですけど、一つ一つがちゃんとなんか高級感がある感じです。ここ、あ、すごい USB がある。この水道もすごいですよね。あー、今立ってるんですけど当たらないです。めちゃめちゃいい。身長は155センチなんですけど、うん、あの、私が立っても天井に頭がつかないですし、はあ、めちゃめちゃタイプです。わあ、すごーい。おー、いや、わかんない、何か。あ、めちゃめちゃ広い。いや、ここすごい理想かもしれないです。外装もまあちょっとギャップという面では、まあ外もちょっと可愛らしい感じなんですけど、中が結構一つ一つの作りがめちゃめちゃタイプですね。うん、めちゃいい。お値段が、851万円ですね。エアコンがついてるんだ。わー、すごーい。はつこチャンネル。こちらが、狙っていたルームの、何もない状態のやつですね。何もない状態だったら、半額でした。1000万円ぐらいだったんですけど、こちら何もない状態だと500万円ですね。わー、一から自分で作ってみるっていうのもありかもしれないです。中はこんな感じですね。おー、でかい。お、かっこいい。運転席から見るとこれぐらいある。わー、ドリンクホルダーも2つありますね。へー、広い。このミラーがめちゃめちゃでかい。いやー、すごいなー。いやー、すごい、めちゃめちゃ広い。トラックみたいだな。はい、続いては軽キャンピングカーを見ていきたいと思います。外装もね、やっぱこういうのが私好きみたいです。ちょっとね、白地にオフブルーとグレーに近い感じのカラーですね。はい、もう外見から可愛い雰囲気です。おお、あ、めちゃめちゃ可愛い。床がタイル調になっていますね。へえ。で、ここに電源だったり、これなんだろう。あ、冷蔵庫です。すごい、こんなところに冷蔵庫と、ここに洗面台がありますね。あと、トフィーの電子レンジもある。ソファーの色がめちゃめちゃ可愛い。そしてここにベッドがあります。で、ここの金具を外して、じゃーん、あ、ベッドでーす。やっぱね、こういうタイプがいいです。パッとね、上を開いたらベッドが出てくるっていうのがいいなと思います。朝は一人ね、寝れるぐらいかなっていう感じですね。ただね、エアコンがないので、エアコンとかは自分でオプションでつけるのかなっていう感じで、代わりに換気扇がここにありますね。やっぱり内装はこういうね、白にちょっとブルーの要素だったり木目調があるタイプがめちゃめちゃ好きだなと思いました。エキャンも意外と結構広いんですね。余裕で立てるし。はつこチャンネル。はい、というわけで自宅に戻ってきました。
まあいろいろ見てやっぱりなんだかんだ自分でこう DIY とかした方が理想に近づけるかな、何か自分のオリジナルな車を作ってみたいなと思います。こんなボロボロの服着てるぐらいなんで、まだ全然ね、また夢の夢なんですけど、目標に頑張っていきたいと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。